メッツ、ウィレッツ、ポイント駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT、フラッシング線の駅で、クイーンズ区、ウィレッツ、ポイントにある。以前は、ウィレッツ、ポイント、シェイスタジアム駅という名前だった。終日7系統が停車する。また、ラッシュ時の混雑方向や、ニューヨークメッツの試合時、そして、テニス全米オープン開催時には、7系統も停車する。駅は、 ルーズベルトアベニューの114丁目から126丁目に、あるフラッシングメドウズコロナパークの中にある。駅の北側にある、シティフィールドでのニューヨークメッツ線や、南側のユスタ、ビリー・ジンキング・ナショナルテニスセンターでのイベント開催時には、非常に混雑する。シティフィールドから見たメッツ、ミレッツ、ポイント駅の階段。ロングアイランド鉄道の駅は、後方左側、ユスタ、 ナショナルテニスセンターは、後方右側である。メッツ、ウィレッツ、ポイント駅は、ウィレッツ、ポイントブールバード駅という駅名で1927年5月7日に、開業した。当時は、ウィレッツ、ポイントブールバードと126丁目及び、ルーズベルトアベニューの交差点にあり、フラッシング尖閣駅停車が止まるだけで、プラットフォームにつながる2本の階段と短い上屋が、 あるだけの地味な駅だった。1936年に1939年、ニューヨーク版国博覧会が、フラッシングメドーズコロナパークで開催されることになったため、予想される混雑に対応できるように現在地に移転した上で改築され、急行停車駅に格上げされた。百三十六年十二月には、さらなる混雑に対応するために三面四線に拡張して、 両方向とも、毎時40本が停車可能とすることが計画された。万博輸送のための特別急行列車は1939年4月24日から運行された。機体気礎体式ホームとスロープは、再び、フラッシングメドーズコロナパークで開催されることになった1964年、ニューヨーク万博の際に増築された。その後、 シェースタジアムが建設されるとしばらく後にッツ・ポイント、シェースタジアム駅に改称された。現在、1927年開業当初の名残は、駅のすぐ東側で見ることができ、古い相対式ホームの鉄骨や、以前の改札内エリアの一部が残っている。気づきやすいのは南行き相対式ホームが、現在の11両編成よりずっと長くなっている、ことであろう。 現在の待合所の東側の部分は以前の南行きホームの一部だが修繕されないままで立ち入り禁止になっている。マンハッタン方面ホームの閉鎖区画にある改札はあニューヨークメッツの平日夜の試合に合わせたマンハッタン方面の休行列車は2007年7月に導入され2008年4月には平日夜と休日の全試合について試合終了後に運行されるようになった。 この長急高列車は、マンハッタンまでの停車駅は、クイーンズ区内の3駅のみで、所要時間は約1時間である。試合後には、マンハッタン方面行き各駅停車は、南行き相対式ホームに停車し、マンハッタン方面行き急行と、フラッシング、メインストリート方面行きは、島式ホームに停車する。シェイスタジアムの閉鎖、解体に伴い、または、 駅名をシンプルなメッツ、ウィレッツ、ポイント駅に解消した。これは企業名を含む駅名を避けるためである。または、命名権取引に成功していないが、駅名を自由にして良いという条件で競売にかけることはないと考えられる。もし命名権取引が成立していれば、駅名はウィレッツポイント、シティフィールド駅になっていた可能性もある。2015年1月20日に、 ニューヨーク州知事のアンドリュー・クオモは、グランドセントラル・パークウェイ上に、新交通システムエアトレイン・ラガーディアを建設する計画を発表した。これは、当駅とラガーディア空港を結ぶものである。シェイスタジアムをバックに、IRT ・フラシンク線を望むメッツ、ミレッツ、ポイント駅は3面3線の構造であるが、レイアウトが非常にユニークで、北から南行き相対式ホーム。 南行き観光線、両方通行の急行線、島式ホーム、北行き観光線、北行き相対式ホームの順に並んでいる。北行きの列車は通常は、島式ホームで客扱いを行い、北行き相対式ホームは、メッツ線の開催部や、全米オープンテニスなど、テニスセンターでのイベント開催時のみ使用される。駅の南側には、中2階と、 北駅相対式ホームを結ぶスロープがあり、コロナ車両基地の上を通って、ロングアイランド鉄道ポート、ワシントン支線のメッツ、ミレッツ、ポイント駅に向かう横断歩道橋につながっている。線路及びホームの下に設けられた中2階は全長に、渡って木造である。駅北側には、シティフィールドのジャッキー・ロビンソン・ロタンダに、直接行ける階段が設けられている。 夕方ラッシュ時には何本か当駅止まりの各駅停車が設定されており、この列車は急行線に停車する。駅の西側には観光線と急行線、それに111丁目駅の北側引上げ線の間の渡り線が設けられている。駅の東側には急行線から南北両方向の観光線への渡り線が設けられている。ロングアイランド鉄道から伸びるスロープ。 背景はシティフィールド。2009年に機体基礎体式ホームは障害を持つアメリカ人法に基づいて障害者対応が図られた。メトロポリタントランスポーテーションオーソリティは400万ドルを投じてルーズベルトアベニューの南側から駅の中2階までの間にスロープを整備した。また、中2階からホーム階までのスロープも ADA に準拠するよう改修された。 このスロープは、ニューヨーク市公園レクリエーション局が保有、管理している。この改修工事まで、当駅は、障害を持つ利用者にとって不便な駅であった。対照的に、ヤンキースタジアムもよりの161丁目、ヤンキースタジアム駅や、マディソンスクエアガーデンもよりの34丁目、ペンステーション駅、バークレイズセンターもよりのアトランティックアベニュー、バークレイズセンター駅など、 ニューヨーク市内の主要なスポーツイベント会場の最寄り駅はこれ以前にすべて障害者対応になっていた。北駅各駅停車はメッツ線やイベント開催時の未相対式ホーム側のドアで客扱いを行う。歩道橋は以前はケーシーステンゲルプラザを越えて北に伸びており、長い円弧型の階段を降りて改札口を抜けるとシェイスタジアムのゲートイ、e、ーに出ることができた。 2008年には、シェイスタジアムの建て替えに伴って、歩道橋や改札口が撤去され、シティフィールドのジャッキー・ロビンソン・ロタンダに近い、メッツプラザに降りる広い階段が設置された。中2階の改札口の配置も、試合後の観客の動線を改善して、すべてのスロープが利用できるように見直された。これにより、地下鉄を利用する観客だけでなく、パスレルボードウォークを横切って、 ロングアイランド鉄道、またはフラッシングメドーズコロナパークの駐車場を利用する観客の利便性が向上した。ありがとうございます。